お医者さんが言うには脳波は眠っている状態と同じものだそうです。それ以外も全体としては眠っている時と全く同じみたいで。じゃあどうして目が覚めないのかな。眠っている人を起こすというのは実は難しいんだそうです。だから待つしかなくて。いつまで待てばいいのかな。京介、私いつもと違ったところないかな。よく見ればわかると思うけど、そんなに急いで。時間ぴったりだよ。ところで今日の私ちょっと違ってないかな。京介はそういうことに興味ないんだね。大学入ったことだし、お化粧することにしたの。通りさん、通りさん。うん、起きてるよ。けど疲れているみたいです。今日はもう帰った方が。ううん、大丈夫だから。本当に通りさん、授業に出ていないでしょう。うん、大丈夫なんですか。単位は休んでばっかりじゃ友達も。単位だったら、単位だったら
学年上がっても取り戻せるから。大変そうです。エマちゃんこそ学校ずっと休んでない？私はお兄ちゃんの家族ですから。ちょっと外の空気吸ってくるね。嘘つき、嘘つきだよ、京介は。そうかな。私は私だよ。私も京介も世の中の何でも変わっていくんだよ、時間と一緒に。寝てもいいよ、起こしてあげるから。私はほらお姉ちゃんだから、泣いたりしたらダメだって。それは頼ることだから。目覚めのキス。
着いたよ。どうしたの？遊園地着いたよ。ほら、この駅面白いよね。遊園地の中なんだ。出たらそのまま遊べるっていう風になってるの。ほら、早く行こうよ。時間がもったいないよ。まずは何乗ろうか。コーヒーカップ、メリーゴーランド、観覧車。あ、ジェットコースターは嫌だよ、怖いから。京介？行かないの？楽しいよ。楽しみにしていたでしょ？私、今日が来るのを数えちゃったんだよ。だって、二人で遊園地行きたかったんだもん。そのために受験を頑張ったみたいなもので。びっくりしましたよ。目が覚めたのは国見さんが初めてです。ああ、麻生さん、やっぱり恋人だったんですか？
ついさっきも来てましたよ。私がここに巡回に来た時に帰っていきましたけど、そしたらちょうど目が覚めて。ほとんど毎日来てましたよ。よかったですよね、本当に。麻生さんも喜びますよ。なんせ病院中で評判になっていたくらいで、家族さえ来ないようになる人が多い中で。最近はもう彼女の方が病人みたいなものだったからね。けれどまた明日来るはずですよ。24時間の辛抱です。それまではいろいろ検査がありますけど、ちょっと我慢してくださいね。それじゃあしばらくの間横になって待っていてください。よかった。信じられない。目覚めるなんて。呼んであげる。